はい、レオンチャンネルです。今回は仮面ライダーセイバーについてちょっと解説させていただいてよろしいでしょうか。セイバーって毎週もう怒涛の展開で話がすごいスピードで進みますし、必要回しかなくってメインの話が脇にそれることがありませんから、ちょっと置いてかれ気味になると、一体トーマたちが今何してるのかとか、敵側のメギドとかが何してるのかっていうのか見失いがちだと思うんですよね。で、僕毎週感想動画出してますけど、感想動画のコメントで結構多いのが、レオンさんの感想動画のおかげでなんとかついていけてますとか、理解できなかった部分がやっとわかりましたとか、僕も前に動画出しましたけど、仮面ライダーセイバーわかりにくい問題っていうのがまだ解決できてないんじゃないかなと思って、今回はそれを解決すべく僕なりにまとめたものをお聞きいただいてよろしいでしょうか。ちょっと繰り返し僕が本編見たりとか、公式サイトの文言とかを書いてあるものから読み取って僕が解説するものなので、もしかしたら間違いがあるかもしれないんですけど、これね、僕のツイッターなんだけど、セイバー分かりにくい問題っていうのは敵の行動の不明さに尽きると思うので下記をどうぞっていうツイートがあって、要は敵が何やってるかを理解してないと、トーマたちがそこへ急いで行く理由とか、ソードオブロゴスが脈々と頑張ってる理由っていうのがそもそも入ってこないと思うんですよ。で、まずメギド三幹部の流れっていうのはおおよそこの3つになってて、まず1番、三幹部のうちの誰かが怪人を召喚して、その怪人が現実世界の一部をワンダーワールドへ転送で、2番が大いなるアルターブック（カッコ仮）と書いてますけど、これもね、正式な名前が今のところなくって、三幹部の部屋にある大きい本ね、それが書き進む工程として怪人が暴れてる間だけ書き進んでる描写があるんですね。厳密には暴れてるというか、多分現実世界の一部をワンダーワールドに転送した状態で執筆が始まるって流れだと思うんですけど、でさらに3番に行くと、その大いなるアルターブックが完成するとワンダーワールドを支配可能なレベルの力が手に入ると。ただこれも厳密に言うと、ワンダーワールドを支配というか世界を書き換えるほどの力が手に入るっていう描写っぽいですね。なので、そもそもセイバーの世界観としてワンダーワールドってファンタジー世界なんですけど、そのファンタジー世界を作ったのが一冊の本なんですよ。それが大いなる力を持ったワンダーライドブックなんだけど、ソフィア姫の話からすると、もうその本自体は、世界を作った本自体は失われてて、その本の偽物バージョンをメギドたちが作ろうとしてるんですよね。なので、メギド三幹部の最終的な目的としては、大いなるアルターブックを作って新たな世界を構築するっていう風なゴール地点だと現時点で思われます。これが大まかな流れなので、これを理解してると3つ一気に転送されたとか、そういうシーンとかがしっくりくるんですよね。要はトーマたちが戦ってるシーンって、基本的に現実世界が一部ワンダーワールドに転送された状態の世界で戦ってると。で、トーマたちはどの部分で介入してくるかっていうと、ここの1と2の間、要は怪人が現実世界の一部をワンダーワールドへ転送して、あの大きな開いた方になりますよね。その時点でトーマたちはその転送された世界にビークルとかゲートの本で入り込んで怪人を倒すと。で、怪人を倒すと、そこの転送された一部の世界は普通のリアルワールドというか僕らの世界に戻ってくるので、街の人たちも助けられるんですけど、で、ワンダーワールドに転送された状態から世界の書き換えっていうのが進むんだけど、あまりに進んじゃうと今度は現実世界に戻すことができなくなるそうで、なのでトーマたちはいつも割と急いで怪人倒しますけど、転送された後は早めに介入して怪人を倒して現実世界に戻す必要があるって形ですね。ここまでは分かったかな。で、補足なんですけど、この大いなるアルターブックは2冊あって、うち1冊は完成間近っていう風に確かレジエルが言ってたし、あとメギド三幹部は計画っていう言葉もたまに使うんだけど、その計画のゴールっていうのがアルターブック、大いなるアルターブックを2冊完成させるかどうかっていうのまではわからない。今のところの僕の体感としては、三幹部のゴール地点は大いなるアルターブック2冊の完成、要は世界を作るほどの力を持った偽のブックの完成ね。
それがゴールと視聴者的には見えるんだけど、実際はそれが明言されてないので、わかんないですね。ここに書いてありますね。2の大いなるアルタライドブックは2冊あり、1冊は完成間近。メギドと山間部の U 計画が3でゴールかは不明。要は、ワンダーワールドを支配するほどの力が手に入るってことね。メギド山間部の目的の着地点がはっきり明言されてないことが、毎週燃やるとこよね、っていうふうに僕は言ってますね。で、ここにカリバーのまた思惑が入ってるんだけど、カリバーの行動も分かりにくいので記載。そもそも目的が不明。そうなんですよ。一応はデザストとかも解放して、場を荒らしてる感はありますけど、カリバー自体もやっぱ目的が何かありそうなんですよね。ただ今のところの目的っていうのは大きな力、強力な力を手に入れるっていうのが目的で、そのためにアバロンへ行きたい。アーサー王の力を手に入れたいっていう目的があったんだけど、それがトーマに取られて、今大安で、アーサー王と同じレベルの力の邪王ドラゴンブック、これを制作中ですね。で、そのために先週、ソードオブロゴスチームからブックを何冊か奪還して、逆に最優ジャーニーは取られちゃいましたけど、で、アバロンへ行くとき、いきなり13冊のアルターブック出したじゃないですか。あれも実は大きな、13冊のブックが入ってる大きな本をストリウスがカリバーへ渡すシーンがあって、なので、アバロンへ行くときもストリウスがその鍵を握ってて、で、今回のジャオドラゴンもストリウス案ですから、なんだかんだでカリバーってストリウスにちょっと操られてる感があるので、まあ多分お互い利用し合ってるって感じなんだけど、まあここも流れからすると、おいおい袂を分かちそうなカリバーとメギド三冠部はね、そんな感じですよね。あとメギド怪人に関して僕がちょっと違和感があったのが、トリッキーなやつばっかなんですよ。要はアリとキリギリスは別行動だったり、メデューサは三姉妹だったり、ピラニアはオスメスで活動、さらに最新のアヒルは6兄弟で、基本的に複数で襲ってくる怪人が多いんですけど、そのわけっていうのは、要は暴れてる間、一部世界を転送してる間は、大いなるアルターブックを書き進める、執筆することができるので、セイバーたちに怪人を一匹倒したところで、はい、やってた、みたいな感じで、錯覚させるために怪人がこういうトリッキーな構成になってるんじゃないかなと。要は、ピラニアを倒したと思ったら、実は、オスしか倒してなかったとか、アヒル倒したと思ったら、残り5人いたとか、アリとキリギリスでアリ倒したと思ったら、まだキリギリスが残ってるとか、その間はずっと書き進めるわけですからね。大いなるアルターブックを。ここは僕の完全な想像ですけど、怪人のトリッキーな出現の仕方は、ソードオブロゴス側の剣士を翻弄するためと、そういう風な感じだと思います。僕のセイバーへの熱量分かっていただけたでしょうか。いや、セイバーね、ほんと面白いから、理解したいし、まだちょっとピンときてない人に理解してほしいっていうところがあるのよね。で、さらにこれね、滅亡人雷ネットは分かりやすくていいよ。目的は一つ。人類滅亡。そう思うとゼロワンの敵って、いやもう人類を僕らを滅亡させるんだよみたいな。たった一つだけの、まあ、最終的にこう内乱がありましたけど、たった一つの大きな目標があったので、やっぱゼロワンというか滅亡人雷にとっつきやすかったのが、ここのゴール地点の分かりやすさ。メギド側山間部の分かりづらさっていうのは、ゴール地点の不明瞭さなんですよね。ということで、これはあくまで僕が繰り返し見たりとか、いろんなキャラクターのセリフだったりとか、公式サイトに載ってることを踏まえて説明してるものなので、もしかしたら間違いがあるかもしれないんですけど、明日またセイバーを見る際は、ぜひこの頭の片隅に、メギド三冠部はこういうことをしたいんだな、だから怪人を作って転送するんだな、で、トーマたちはいつもワンダーワールドで戦ってるんだな、で、勝ち進められる前に、急いで怪人を倒す必要があるんだなっていう、いう風のを頭の片隅に置いてみていただけると仮面ライダーセイバーがより楽しめると思います。あとは補足的なものをこの動画のコメントの一番上に固定しておきますので、まあ、そこで例えば訂正がある場合はここ訂正しますとか、コメント欄を踏まえてこここうでしたとかいう追加の情報は動画のコメント欄に書いておきますので、より詳しくはそちらをご覧ください。いや、こういうことに本気になれるほど仮面ライダーセイバー本当面白いんで、明日も楽しみですね。以上、レオンチャンネルでした。